続いて6組目は一ノ瀬里香さんによります作品名池ゴミ箱のプレゼンテーションです。それではお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、一ノ瀬里香です。これから池ゴミ箱の発明について発表していきます。まずはじめに池ゴミ箱を思いついたきっかけについて話していきます。私は家族と一緒に食べ歩きが多い浅草に行きました。そこではゴミ箱でないところにゴミが落ちていることに気がつきました。ゴミが落ちていると道が通りにくくなり通行人の邪魔になります。それにゴミは時間が経つと嫌な匂いが出るので街のイメージも悪くなってしまいます。そこでゴミを入れるとありがとうとお辞儀をするロボットがいればゴミをポイ捨てする人が減ると考えました。ではなぜロボットがありがとうと言うとゴミをポイ捨てする人が減るのかについて話していきます。それはありがとうと言われると嬉しくなるからです。例えば地面にゴミが落ちているのを拾ったのに誰にも感謝されなかったらもうやりたくないと思ってしまいますよね。なのでロボットが可愛くありがとうとお礼を言うとロボットの反応を見るためにゴミを何度も捨てたくなってしまいますと考えました。それでは池ゴミ箱の大まかな仕組みと見た目について話していきます。まず池ゴミ箱の仕組みです。図1を見てください。ゴミ箱となる頭の部分はゴミを分別できるように中に仕切りをつけました。胴体の部分にはラボジャッキがついています。ラボジャッキをつけることでお辞儀をしているように見えます。そして図2を見てください。ゴミの見た目です。人は丸っこいデザインが好きなので丸を2つ合わせたような可愛いデザインにしました。これでみんなに親しまれるようなゴミ箱になると考えました。次に池ゴミ箱はどんな工夫があるのかについて詳しく話していきます。池ゴミ箱の工夫は6つあります。まず1つ目の工夫はゴミを入れるとありがとうと言いながらお辞儀をすることです。前後にあるラボジャッキが伸び縮みすることでお辞儀をしているように見えます。そして2つ目の工夫はトングがついていることです。ゴミの入れ方は様々で自分が持っているゴミを入れる人もいれば地面に落ちているゴミを入れてくれる方もいると思います。なので地面のゴミを素手で拾いたくない人のためにビールキーホルダーで本体とつながっているトングをつけます。これでゴミを素手で拾いたくない方も楽にゴミ捨てができます。3つ目の工夫したところは15秒間停止ボタンがあるところです。停止ボタンは黄色い花の部分です。15秒間ゴミ箱が走行を停止することでトングを使っている最中でも楽に安心してゴミ捨てをすることができます。4つ目の工夫したところは音声が流れていることです。池ゴミ箱は歩道の端を動きますが人ゴミの中を動くことがあるので周りの人に動いていることを知らせるためにゴミを入れてねという音声を繰り返し流します。そしてゴミが満タンになったら移動していますという音声を流しながらゴミを集めるところに戻ります。この音声を流すことによりこのロボットにゴミを入れればいいと周りの人にも伝わり目の見えない人でもロボットの居場所が分かります。5つ目の工夫したところはゴミを分別できるようにしたことです。分別できる種類は燃えるゴミ、瓶、缶、ペットボトル、その他のゴミの5種類です。6つ目の工夫したところはカルフルメーターがあるところです。カルフルメーターは今入っているゴミの量が分かるメーターでゴミが増えるとそれに伴ってメーターも増えます。カルフルメーターがあることにより自分がゴミを捨てたことが分かります。このようにロボットにはいろいろな機能がついていますが池ゴミ箱の最大の特徴はありがとうと言ってお辞儀をすることです。人はありがとうと言われることで嬉しくなり気持ちよくゴミ捨てをすることができます。それによってゴミ捨てを身近に感じることができまたやってみたいと思えることができると考えました。このように
池ゴミ箱があることによりポイ捨てを減らすことができるので、ゴミのポイ捨てを減らしたい場所、例えば商店街などにあるといいと思います。これで池ゴミ箱についての発表を終わります。はい、一ノ瀬さんありがとうございました。いいですね、かわいいですね。なんかこれにゴミを入れたくなって、なんかあの食べ歩きしちゃうかもしれませんそれぐらいかわいいしの会ってみたいです。ありがとうございます。それでは審査員の方にもご意見伺いたいと思います。いかがでしょうか。では私の方から、大森様どうでしょう。はい、非常に良いアイデアだと思います。こういうロボットがあればみんな使いたくなると思いますので、でしかもかわいい、こうかわいい形がね、非常に素敵かなと思いました。で例えばあとその付け加えるとすると、例えば同じ人がこう何回もこうゴミを入れてくれると、なんかこう記憶してくれて、なんかいつもありがとうございますみたいな、少し感謝の言葉がもう少しこう、ね、毎度ありみたいな増えていくとか、なんかそうするといいかなと思いました。ぜひこれ実現していただけるといいですよね。はい、もいいアイデアだと思います、はい、大森様ありがとうございました。ではリモートの川澄様いかがでしょうか。あ、はい、お声だけでありがとうございました、はい、お願いします。池ゴミ箱ってのがいいんですよ、ね、で何よりもゴミ箱が近づいてきて、ここにゴミを捨てなさいっていうんじゃなくて、入れたくなる仕掛け、人を動かすいいポイントだと思いますよね、うん、でこういうのが普及して、やがて池ゴミ箱くんがいなくても済むような社会にきっとなるんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは一ノ瀬里香さんのプレゼンテーションでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。